平馬俑平馬俑は、古代中国で死者を埋葬する際に服装された洋の、うち、兵士及び、馬をかたどったもの。競技には、先制小西安氏林東区の旗、はじめ皇帝領平馬俑皇室度のものを指す。古代中国の洋は、死者の墓に服装される名器の一種であり、被葬者の死後の霊魂の生活のために制作された。春秋戦国時代には、 純粋の習慣が廃れて、人馬や家屋や生活用具をかたどった用が埋納されるようになり、河北では主として東洋が、湖北小南の祖母では特に器用が作られた。平馬俑は戦国期の東洋から発展したものだが、信代の始皇帝量平馬俑において、その造形と規模は極点に達する。寛大以降も平馬俑は作られたが、その形状はより小型化し、衣装も、 単純化されたものとなった。思考定量、離残量の存在は、式や、勘定など、古代中国の歴史書に記されていた。1962年に、先制小文物管理委員会が思考定量園の調査を行い、78の遺跡を確認したのが、思考定量の考古調査の講師であるが、平和用の存在は知られていなかった。地域の住人の間では、 以前から水を枯らす化け物として、平馬洋の存在は薄々知られていたとの告げもある。1974年3月29日、林東県西上村の住民6人が、村の南に井戸を掘ろうとして土を掘っていた際に、住民の一人養子発氏によって、平馬洋の最初の破片が発見された。彼へのインタビューによれば、最初、桑で土を掘り返していたところ、 何か固いものに当たったという。きっと何か壺でもあって、昔ここにへっついでもあったのだろうと何気なく、掘り返していると、人間大の人形が出てきたという。その人形は、左足はかけていたが、胴体は無傷で、その人形の脇には、聖堂の矢が置いてあった、とのことである。TBS のテレビ番組、世界遺産の平和用の会のインビューにて、当初、住民たちには、 この発見の価値は理解されず、発見を知らされた臨東県文化館も現場の保護と東洋の修復を命じたのみで上級部門への報告を怠った。二ヶ月後、たまたま新華社通信の記者のイアンノンが県文化館に立ち寄り、東洋が信頼のようであることを見抜いた。イアンノンの記事が共産党の内部法である状況改変に掲載され、指導部の目に留まった。そこで、 国務院副総理の李専念が国家文物局に遺跡の保護を命じた。同年7月、先制省が縁中一を隊長とする候補隊を編成して現地発掘を開始させた。一年間の発掘で東西200メートル以上南北60メートル以上に及ぶ平和洋行一号校の全容が明らかとなった。発見されたようは6千体に及んだ。 1975年7月21日、新華社通信が、旗はじめ皇帝両平和陽行の発見を報じると、世界的な大ニュースとなった。1976年4月、1号校の東端北側に平和陽行2号校が発見された。同年5月、1号校の西端北側に平和陽行3号校が発見された。 始皇帝量兵馬要項では、現在までに約8000体のようが確認されている。兵士のようには、どれ一つとして同じ顔をしたものはない。また、かつては、兵士のようのそれぞれに、顔料で彩色がされていたこともの後の発掘調査で判明した。指揮官、騎兵、不評と異なる階級や役割を反映させた造形は、始皇帝期下の軍団を移したものである。 平馬洋の軍団は東方を向いており、旧六国を威圧したものとみなされている。二十一世紀に入った現在でも、平馬洋の調査、研究は継続されており、近年の調査では、大勢へと旅立った、始皇帝のために増設された、この遺跡は、身を守る軍隊だけでなく、宮殿のレプリカや、文官や芸人等のようも発掘されている。 そのため、生前の始皇帝の生活そのものを来世に持って行こうとしたと考えられている。一般的な兵士をかたどったものであり、平均身長は約1.8メートル。軍団の主体を構成しており、平馬要項から出土した数は最も多い。先方を着た、兵士、先方武士用と鎧を着た、兵士、鎧公武士用に二分される。平和洋行一号校では、 随所に四頭立ての刀製馬の引く木製の式用戦車が見られた。戦車の後方には三体のようが並べ置かれたが、そのうち中央か、左側に立つのが魚車用である。竹の長い貝の方の外側に鎧をつけ、頭にはズキンや長缶をかぶっている。手綱を持つ両手を前に突き出している形状が特徴的である。同車場と共に出土した魚車のようは、 寒と呼ばれる山鳥の王をかたどった冠を乗せており、高い身分であったことが知られる。平和陽光二号校の頭部で出土し、仏器として強度を所持していた。後日する汽車用と共に弓土兵の四方先人を構成しており、陣の外側に配置されている。前述の立射用と同様に二号校の頭部で出土し、仏器として弓を所持していた。 騎車用は左膝を曲げて立て、右膝を地につけた形状が特徴的である。下位に先方を着て、外側に鎧をつけ、頭頂の左側に曲げを言っている。立車用と共に弓土兵の四方戦陣を構成しており、陣の内側に配置されている。兵馬用としても数が少なく、出土したものは十件に満たない。先方を着た将軍と鎧を着た将軍の二種類が、 見られ、いずれも頭の曲げの上に、缶を乗せている。裾の長い上着を着て、頭に缶無理をつけ、腰には、小刀と砥石をぶら下げて携帯している。小刀は竹管を削って、誤字を修正するためのものである。でっぷりと太った腹部とたくましい筋肉を持つ男性の、よう、力比べに用いられた制度の家内とともに、出土している。 足を伸ばして座り、足の上の何かを操作する男性のよう。船を漕ぐ人という説もある。制道性の水鳥と共に出土した。先生省関陽氏の養鶏湾間母の倍走口からは、再色された、兵士用や初期用、周期用、舞踏用などが出土している。いずれも身長は50センチメートル程度である。同じく、関陽氏の長寮の倍走母からも、 再色された騎兵用が出土している。また、チャンス賞助手詞の子賛館総応でも再色された兵馬用が出土している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。